立憲民主党枝野幸男ブーメラン2連発、事業仕分けと河合克行で。本日、立憲民主党の枝野幸男さんが街頭演説にて次のような発言をしてしまいました。コロナはこれまでの社会の弱点を明確にした。新自由主義、目先の効率性を追求し、自己責任や行政や公的サービスの小ささが主張された。 そのおしわ寄せが暮らしに及び人が足りなければ何もできない。支援の手段を今の政府は持っていないとなっとりまして。枝野さんもう民主党政権の悪夢を忘れてしまったんでしょうか。民主党政権が何でもかんでも仕分けして小さな政府を作ろうとしていたはずなんですが、 この民主党は政府の感染症対策まで事業仕分けしてしまっておりますけどもそういった小さな政府を作ろうと民主党が暴れた結果今も日本が日本政府がその後遺症に 悩まされてしまっておりますので、まずはこういった小さな政府はダメだというのであれば、その小さな政府を作り出そうとしてしまった民主党の残党の皆様には、自分たちに原因があるとしっかりと認めて、反省していただくようにお願いいたします。えさらに、河合克行さんの逮捕について、枝野さんが記者団に。 逮捕されるような行動をとっていた人を法務大臣に任命した首相の見識が問われる。大臣表明でもしたらいいと主張されておられましたが、それを言ってしまったら、元立憲民主党の初鹿昭弘さんが強制わいせつで書類送検された際に、枝野さんは、どのような発言をしたのか、 発言をしてしししててまっったのか、か。覚えらゃるでょう枝野さんは2017年の立憲民主党の総選挙の折はその前の段階で民進党の公認候補者であった方は一切排除の論理は問わないということを申し上げその通り対応したと説明しておりまして、まあ、こちら要するに特に問題はなかったと主張されて おられますけども、安倍首相は河井克行さんを法務大臣に任命してしまった責任は私にあると明言をして、国民の皆様に本日謝罪されておられましたが、その安倍首相の対応と枝野さんの対応を比べてしまいますと。 枝野さん安倍首相ににんでいないなように見えます安倍首相が退陣するべきだというのであれば、もう枝野さんは国会議員を辞めていただいて、立憲民主党を解散していただくしかなくなると思われますので、まずは、枝野さんが自ら率先して、 国民が納得できる形で責任を取っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。